はい、そういったわけでございまして、ギターフロンティアへようこそということで、今日からですね、1月の5日、今日火曜日から通常営業始まっております。皆さんよろしくお願いしますということで、まあ今回の休み中ね、毎日来て動画一本上げてたんですけど、さすがに今日はもうやることがめちゃくちゃあって、今日はさすがに普通に通常のギター紹介できないんですいません。でね、ちょっとお知らせ、さっきもメールお客さんからあったんですけど、年末から例の私の CD、ありがたいことに、ね、欲しいですって方結構いらっしゃって、まあ振り込みねしていただいて発送とかしてたんですけど、今日から発送してますので、年末にもう振り込んでくれた方で申し訳ないですけど、今日やっとくて、で順次やってますので、まだ届いていない方ちょっとお待ちください。で何日も経ってね、1週間それほど経って全然来ないって方、何かの手違いもあるかもしれません、私のミスもあるかもしれませんので、もし1週間経っても来ないなとか、10日経っても来ないなとか、すぐメールなり電話なりかけてきてください。今日もね、一人でやってますんで、アルバイトさんが今日は誰も来てないので、今日こういう日ほど欲しかったのはめっちゃ忙かったの。まあ、いちいちね、もうすげえ地味にやってる人、発送作業もうほとんど内職、こんな感じでやってます。まずはもう封筒を2人サイズに作らないといけませんので、1枚1枚切っています。地味な仕事して、あら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 、字を、いやーこれめんどくせめんどくせめんどくせって言っちゃう。これもう CD サイズの封筒があるといいんだよね。でもね、こうやって心を一つ一つ心を込めて、ちょっと失敗しちゃったね、作っています。こんな感じ でプチプチでくるんで、先着100名オリジナルステッカーを入れると、ね、ことでございます。そしてこれを、あれどうだっけ、切ってるんです、あれあれ今あ、これこれこれに入れるわけですね。宛名書きがね、もう苦手なんだよな、字が下手だから。もう今日だと、いやもうちょっと字だ、もうね、もう、まあ、まあしょうがないか、まあね、自分で書くしかないもんな、うん、本当に。ちなみに今ちょっとこの曲書けようかな、2曲入りなんですけど、これがね、カップリングの「君に会えてありがとう」という、これギターかぶせてギブソン・レスポールね。こういう感じ。覚えているかい？エンディングずっと聞いてる、これ。ありがとう。ありがとう。ありがとう。こんな感じの曲も入っておりますんで、
一つよろしくお願いいたします。あの頃の少年、そして君に会えてありがとう。税込み1000円です。そして送料込みだと1140円で送っております。今見たようにこの地味に私が一人一人に心を込めて、あの下手くそな字ですけど手書きで書いてますんで、そしてよろしくお願いします。あの先着、ね、100名様ステッカーまだまだ十分まだございますんで、一つ皆様ご注文お待ちしております。そしてね、今バトル、あの一人ならなかなかすぐ発送できないんですけど、ちょっとお待ちくださいね。ということで今日はあのギター紹介じゃなくて、またまた自分の CD 紹介でしたけど、一つよろしくお願いいたします。今日も最後までつまんない動画でしたけど、見てくれてありがとうございます。